僕柱空は大韓民国、ソウル特別市出身のサッカー選手。K リーグ1、水原 FC 所属。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。日本での登録名はカタカナ表記である。牛児小学校時代はテコンドーをしており、南大門中学校入学後、13歳でサッカーを始める。光運転士工業高等学校を経て2005年に、 高市実大学校に入学。一年次から左サイドハーフとしてプレーした。2006年開催の SBS カップ国際ユースサッカーでは U-19、韓国代表の一員として参加し、大会優勝を経験した。2007年夏に行われた U-20 ワールドカップカナダ大会では、韓国代表のキャプテンとして2試合に出場。2008年5月15日、 大学在学中に日本へ渡り、ミトホーリーホックへ入団。左サイドの他ボランチでもプレーした。ミト時代には、ミト市の在日同胞の赤ひげ、コレアなどの飲食店に頻繁に出入りし、ホームシックを解消した。2009年、アジア枠が新設されたこともあり、ミトと同じ茨城県のクラブであるカシマアンドラーズへ完全一席。クラブ史上初めてのブラジル人以外の、 外国籍選手となった。開幕当初はレギュラーとしてプレーし、シーズン後半は新イバトールの控えに回ることとなった。2010年、ジュビロ岩田へ完全一席。1月に初めてフル代表に招集され、1月18日に行われたフィンランド戦で初キャップを得た。さらにチームメイトのイグノと共に、東アジアサッカー選手権2010の代表にも、 選出された。J1 第5節 G 大阪戦では2得点を挙げ、チーム初勝利に貢献した。岩田では、左サイドバックのレギュラーとしてプレーしていたが、9月29日の山崎ナビスコカップ準決勝川崎戦で、試合開始直後、森祐介からタックルを受けて、飛骨を骨折し、全治3、4ヶ月と診断された。2011年、怪我も家開幕戦からスタメンで出場するなど、 主力として起用されていた。6月23日、スイススーパーリーグの FC バーゼルへ完全一席。2013年7月、ドイツブンデスリーガの1、FSV マインツレーゴへ完全一席。2年後に兵役を控えていたための格安の遺跡金であったとされている。しかし2014ニ川アジア大会で金メダル獲得により兵役免除が決定。 2015年4月29日に公式サイト上で2017年6月まで契約延長になった旨発表された。2015年8月30日に2014年にマインツで監督をしていたトーマス・トゥヘルが指揮するボルシア・ドルトムントへの移籍が発表された。9月18日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグのクラスのダーアル戦でドルトムントの選手としてデビューし、 1>, 1ゴール1アシストの活躍をしてチームの逆転勝利に貢献している。しかし、ドルトムント移籍後はなかなか出場機会に恵まれず、2017年4月からはドルトムントの B チームであるボルシアドルトムント2の試合に出場している。2017年12月3日、ドルトムントと契約を解消したことをドイツ紙、キッカー、日本語版が報じた。 2017年12月18日、ウルサン現代 FC に加入することが発表された。自身のキャリアで初めて母国の K リーグでプレーする。2014年5月、FIFA ワールドカップ、韓国代表の予備登録メンバーに選ばれたが、負傷で辞退した金鎮主の代役として、本大会の出場メンバー23名に登録された。だが、出場機会はなかった。 その他の国際公式戦、ありがとうございます。